よ、待ってくれよ。ちょっとやめなさいよ。なんで横から見ればいいさ。見えるかな。あれ、本物なんだよ。フラ出る？熱い？アフリカの草食動物たちのアフリカゾーン。普段はおとなしい動物たちですが、時々車のアンテナやワイパーなどをイラクラすることがありますので。カナ、おじさんがいるよ。ああだこいつと。アミクリンはアミメのようなものがあるでしょ。だからアミメクリンというのよ。この先は動物出すの？アミクリンがないね。大人のクリンは口の中だけで約2メートルもありまして、臭いがいる。つまりですって、50センチも。長い板を使って木の小枝や葉をくるっと巻きつけて食べるのよ。便利。そうです。あれ、うちの子よりも高いの。本当に他の動物はどのくらい眠るの？他にはウマウマの時間、ゾウの日が垂れた、その近くゴリラが詰まったら、小さいが臭いで詰まった。ここにいるのは島と島の間に一定の旅人を持つ八つの生き物だよ。シマウマは見たすけど、アメリカの自然の中ではかえってあの島があるから口から身を守ることができるのよ。黒い体に白いクマに見えた。あれ、お父さんも。お金もらえばらずに持ってないけど。カレーズ買ってないよ。じゃあ、僕もドローン買ってて大好き。あら、ケンちゃんはダメよ。だってちゃんとお洋服着ているでしょ。ドローンは大したんですよ。いいえ。ここ群馬サファリでは、その他に、さつまいも、人参、リンゴ、キャベツ、ブレークペンなども食べているのよ。リンゴやお芋は僕も大好き。それからお水も。120リットルから180リットルも飲むの。だからあんなに大きくなるんだね。そうね。体重は5トンにもなるのよ。冷やすのよ。それから怒ると耳と鼻を立てるんですって。そうなんだ。ところでママ、この中にゾウの子供はいないの？うん、昭和61年に日本で初めてのアフリカゾウサンゴが生まれ、62年には妹のダッコも誕生しているのよ。今の社会はメスを中心にグループで暮らしているのに、お母さん眉毛もみんなお母さんと言っていいほど子供の面倒をよく見るんですって。あれ、足上げてる何かも。かわいいね。うわ、島サファリにいるサルは日本ザルといって、南は九州、北は青から冬眠はしないよ。サルカは僕は行ってもみんなが来るのを待ってるよ。みんながおサルカのカップレートを食べてるね。ほっぺが膨らんでるよ。サルには頬袋というのがあって、口に入れたものをそこでしばらく溜めておくことができるのよ。ママ、お猿さんとクマさんが一緒にいるけど、おかしないの？大丈夫。猿もクマも雑食動物だし、ここにいるクマはアメリカクロクマといって、おとなしい性格なのよ。でも、クマさんの方が力が強いでしょ？ところが、猿の方が決めてたりするんですって。猿は頭がいいし、ホンザルといって、南は九州、北は青森まで住んでるから、暑さも寒さも平気なのよ。おい、トムヤ、おーって言ったら向かってくるよ、ガオって。お父さんの車壊されるだろ。カナダやアメリカの森に住んでいて、夏は深い森の中、
冬は人里離れたところに巣を作り、時には冬後も冬眠するのよ。冬眠？そう、冬は食べ物がなくなるから。何番ですかね。大好きして見て可愛いね。お母ちゃんここから出た。可愛い。だからやっぱ。え、大好きやってる。可愛い。これ立派だな、これなんていうの。大山ね。大山ね。いやー、だから。
Yeah.